どうもです。おいでございます。今日はね、11月の1日ですね。ちょっとまだハロウィン気分ちょっと残っちゃってるんですけども、今日はちょっとね、あるところからメールが来ましてね、それをちょっとね、まあ紹介というかお話ししたいなと思って、どういうことなのかなと思ってね、うん。その話をちょっとしたいと思います。ちょっと雑談のみになっちゃうんで、 なんかね、YouTube さんのね、イベントのやつで、えー、クリエイターキャンプのご案内っていうメールがね、まあ、届きました、えー。平素よりお世話になっております。日頃 YouTube をご,つご活用いただきありがとうございます。オンラインで行われる第2回目の YouTube クリエイターキャンプにご招待いたします今回は多くの方からご要望があったチャンネルのデータ分析方法および動画の見つけやすさ改善方法そして広告以外の収益化方法について学べるセッションを開催いたします、はい、続きます、えー、普段は 直接聞くことのできない YouTube 社員による話や YouTube クリエイターから直接聞ける経験談など今後 YouTube での活動においてすぐに活用していただける内容を盛りだくさん用意しておりますってことはこれに参加すると YouTube クリエイターにも、まあ、オンラインってことなんでねあの直接ではないですけども お話を聞けるってことなのかなで、まあ、詳細なんですけど、まあ、詳細ちょっと省きますか。まあ、11月の某日ですね。場所オンライン参加費無料。で応募要件というのがありまして、YouTube、コミュニティガイドラインを遵守していること、チャンネル登録者数が1000人以上であること、えー、有効な公開動画の総再生時間が 直近の12ヶ月でで時間以上であることこの3点ですね。この3点を満たしていれば、誰でもこのメールが届くのかな。特別何かによって選ばれたっていうことではなくて、運的要素ねとかそういうことではなくて、この3つの要件をね、満たしていれば、皆さんにメールが届いているのかもしれません。えー、まあ応募締め切りなんかもありましてね。 それもちょっと、まあ、あんまり関係ないと思うんですけど。で、あそういうことですね。ごめんなさいねあの。最後までちゃんと読んでもおりませんでした。まあ、せっかくなんでね、えー、ご注意。本イベントは、招待制かつ抽選制です、えー。応募申し込み後、参加決定メールを受け取った方のみご参加いただけますということでね。 びっくりした。なんかちょっと特別に来たのかと思ってさ、ドキドキしちゃった。まあオンラインね、私このリモート環境ないんで、まあどっちみちできないんですけども、ちょっとどうしようかなと思って勝手にドキドキしてたわ。最後まで読めばよかったねえご。ご自宅でもしくは外出中でも自分が興味あるテーマのセッションだけの参加もできますので、興味がある方はすぐにお申し込みくださいってことですね。そういうことだね。じゃあ抽選で。 何人かっていう中ですね。ただ、要件は満たされてるんで、応募に関しての資格はあるというようなことなんですね。びっくりした。えた,くんたくさんのクリエイターの皆様のご参加を心待ちにしております。YouTube クリエイターキャンプチーム。まあ、ちょっとね、応募してみたい気はするよね。なんかそういったいろいろな話を聞けるっていうのは。 でもまあ特別ね、ご存知の通りね、今のところ、私も広告を貼ったりってのはしてなくて、タイミング次第でね、もう以前からちょっとちょこちょこお話ししてるんですけど、どっかのタイミングで急に広告貼る可能性はあるんですね。それは否定、自分でも否定しないですし、収入があればその分ね、お金を動画の方に回せるんで、よりね、皆さんのリクエストに沿った、 動画作りなんかもできるかなとは思うんですけども自分がやっぱり動画見ててね広告あるとちょっとね動画が止まっちゃったりするのも嫌だなっていうのがあるんで自分の中でちょっと天秤にかけられてる状態ですただねいずれ、まあ、広告収入、まあ、今回ちょっとね広告をどうするかって話じゃなくてこういったねクリエイターキャンプのね、まあ、ご招待的なメールをね受け取ったのはいいんですけどちょっとドキドキしちゃったんで皆様にねお話ししたかったっていうようなね そんなお話になります。ご視聴の方ありがとうございました。えー、結果として、ね、申し訳なかったですね。えー、応募資格は得ているので、応募して抽選で当選されるとクリエイターキャンプに参加できるというようなお話でございました。ご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイ。